日本東京都葛飾区東立石東立石は東京都葛飾区の町名。現行行政地名は東立石1丁目から4丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は124-0013。葛飾区南部に位置する。北西で立石1.7丁目。北東及び東で中川を挟んだ対岸の奥戸。 南東で中川を挟んだ対岸の東、新小岩八丁目、南西で、東四月2.4丁目に隣接する。主に住宅地として利用される。長域の北東辺及び南東辺を中川に囲まれた、ほぼ四角形の境界を持ち、北西辺を東京都道65市川四次線、南西辺を東京都道308号千字小松川、火災沖線で隠す。 行政上の地名からもわかる通り、北西に隣接する立石とは密接な生活圏を形成しており、日常の故障では合わせて立石として総称される。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば、東立石4から26から10の地点で28万6千円平方メートルとなっている。江戸時代前期の昇法年間から元六八年までの 間に、神殿の開拓によって原村と川端村という、現在の東立石の大部分に相当する二つの村が、立石村から分尊したことが、国江図の変遷や、新編武蔵風土機構の記述からわかっている。明治22年にはに村は、東京府南葛飾郡立石村の大技となったが、明治35年頃に、 現在の葛飾区立立石図書館の場所に移転するまでの間、川端659番地に村役場があった。昭和7年、本田町が周辺の町村と合併して、葛飾区が成立すると、大浅原が、本田原町に、大浅川端が、本田川端町に、大浅立石の飛び地で現在、東立石緑地公園がある付近が、南立石町になった。 昭和40年、住居表示の実施によって、本田原町、南立石町及び本田川端町の大部分12月1日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内に、鉄道駅及び、鉄道路線は存在しない。しかし隣接する立石に、京成電鉄押し上げ線。 京成立社区駅が所在するため、住民の鉄道交通機関の利用に不便はない。京成タウンバス、ありがとうございます。